箱根ターンパイクは神奈川県小田原市から足柄下郡箱根町を経由し同県足柄下郡湯河原町に至る延長 15.752km の観光有料道路中日本高速道路のグループ会社箱根ターンパイク株式会社が保有運営する指導であるなおターンパイクとは有料道路トールロードを意味する 2007年以降ネーミングライツを採用しており、2018年3月1日からは、アネスト岩田が命名権を取得、アネスト岩田ターンパイク箱根の名称が使用されているが、交通情報などでは単にターンパイクと称されることが多い。また、2018年3月1日より、全国初となる自動車道ナンバリングを導入し、箱根小田原本線に D18A、 箱根伊豆連絡船に D18 ビットがそれぞれ割り振られている。箱根ターンパイク料金所手前にある最終の緊急退避所。神奈川県西部の相模湾に面する位置にある小田原市早川から箱根山足の湖の南東部に位置する大寒山湯,湯河原峠に至る標高差約1000メートルある有料の山岳道路で箱根小田原本線と箱根伊豆連絡船及び青少。 バイパスへの接続ランプである青少接続線の3路線からなる。本道路は道路運送法に規定された自動車道であることから道路交通法が適用される。一部車両通行規制が行われており自動車とオートバイは通行できるが 125cc 以下の二輪車、軽車両、ミニカー、歩行者は通行禁止である。カーブの最小半径は百メートルと穏やかで勾配も 比較的緩やかであるが、下りの場合は、エンジンブレーキ、回生ブレーキを使用しないと、ブレーキが効かなくなる恐れがある。そのため、エンジンブレーキの使用を促す注意書きと、緊急時に衝突して停止するための砂山がある。沿線には、展望台が多数設けられており、相模湾や初島、伊豆大島を眺めることもできるほか、箱根小田原本線の終点付近にある、施設、 海岸山スカイラウンジからは、足の湖や富士山を見渡せる。早春の頃には、早川側から4キロメートル進んだところに、桜のトンネルを見ることができる。2002年の時点の報告では、1日平均通行台数3196台、営業収支比率は98.8%であり、支出が収入をわずかに上回る、いわゆる赤字事業路線である。 指導であることから前線を貸し切りにすることも可能で、CM 撮影等に使用されるほか、正式発表前の新車の試乗会などが開かれることも多い。貸し切りの際は、レース用の車両による走行も行われたことがあり、過去にポルシェ C、ポルシェ 962C、ポルシェ919トリビュート、ホンダ RC213V などの例がある。 2019年10月1日現在全線では880円となる。両区間は独立しているので、料金は別々に支払う必要がある。なお、料金所付近では U ターンができない。また、2007年3月から2019年3月まで次世代型料金収受システムを導入していた。かつては、箱根小田原本線と箱根伊豆連絡線とで、 営業時間が異なっていたが、現在は全線一律で5時30分22時30分の営業となっており、営業時間外の夜間は全線が完全に封鎖され、通行できない。もともと、東急グループの開発計画に伴って建設されたものであり、長年、東急グループの東急ターンパイクが保有、運営していた。しかし、赤字が続いたこともあり、2004年3月に、 オーストラリアの投資会社、マッコーリー銀行グループが主体となるインフラストラクチャーファンドが設立した箱根ターンバイク株式会社に1一億5700万円で営業上とされ運営が移管された。その後、2014年4月25日に箱根ターンバイク株式会社は中日本高速道路の子会社であるネクスコ中日本インベストメントにより、 買収され100%個会社となった。御所の入り駐車場付近4月頃の湘南ビュー展望台付近休憩施設等、ABC 清少接続線を除く距離対下山、スカイラウンジ周辺は、箱根町湯河原町の境界線上をまたぐように走る。清少接続線を含む NHK における広告放送の禁止を定めた放送法83条の規定や、 交通情報の放送時間の短さから、日本道路交通情報センターが、交通情報で、ターンパイクについて言及する際は、民放各局を含めて、これまでの路線名に近い、箱根のターンパイクという表現を用いている。正式な施設名ではない ABC や再建時2015、P32、ABC、アネスト、岩田株式会社、ネーミングライツを取得、アネスト、 岩田ターン,ンバイク、箱根、命名、箱根ターンバイク、http コロンスラッシュスラッシュ mitt-x-img.phj.jp e スラッシュ h t p l スラッシュファイルスラッシュ e3%83%8 バイト E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9 ニュースラリース2018222 pdf 2018年2月25日閲覧。abcd 小川、クリス、タミヤ2016、p75abcd 中村純一編2017、p75ab 会社概要。箱根ターンパイク。2018年2月閲覧。道路貸し切り屋ネスト岩田ターンパイク箱根。谷口信ぶてるドライバーズコラム第6回。 箱根ヒルクライムダッシュ -gazoo.com 2016年1月19日、ポルシェ919がターンパイク箱根を走った。メンズ EX オンライン2018年6月22日、動画、モートジッピー王者マルク・マルケスが、箱根ターンパイクを走る。オートスポーツ2018年10月20日、消費税率引上げに伴う通行料金改定の、お知らせ。 箱根ターンパイク。2020年2月閲覧。AB。営業時間。料金。箱根ターンパイク。2020年2月閲覧。次世代料金徴収システム。いわサービスのご案内。箱根ターンパイク。2018年2月閲覧。資産運用会社における取締役の変更予定に、関する、お知らせ。東急リアルエステート投資法人。AB。 営業の一部上等及び子会社の解散に関する、お知らせ、東京急行電鉄、https コロン、スラッシュスラッシュ w w w t o u c o j p スラッシュ ir スラッシュアップロード、ファイル、ライブラリー03、9005-2010兆609億1 1 0 2万 303p02、pdf2018 年2月閲覧、 A.B. 中日本高速道路株式会社平成26年3月期決算情報。中日本高速道路株式会社 P。P21HTTP メディアに CNEXCOCOJP イメージズニュース3492 5 9 5 c b e 9 5 5ビット D95C ブットフ4セック 71C9 ビット F73CPDF2018 年1月5日閲覧。日本発道路のネーミングライツ、箱根ターンパイクのネーミングライツで、合意2007年3月1日に、東洋タヤーズターンパイクが誕生。東洋ゴム工業株式会社。2013年4月9日閲覧。 東洋ゴム工業、箱根ターンパイクの命名権を取得。日経ブプネット、http コロンスラッシュスラッシュ www.nikkeibp.co.jp スラッシュ news スラッシュ biz0791 スラッシュ526384スラッシュ2013年4月9日閲覧。ニュースフロムマズダマズダ、箱根ターンパイクのネーミングライツを 取得2014年7月22日、メガヘルツヒルコーライムイン箱根、2014年12月25日、道路名称並びに施設名称変更のご案内2017年8月1日、道路の名前、売ってみたらどうなった急に服した、箱根ターンパイクの10年間とは、乗り物ニュース、2018年2月25日閲覧、 箱根ターンパイクのネーミングライツを取得アネスト岩田2018年2月22日。ありがとうございます。